こんばんは、ゆうです。ということで、今回はね、題名の通り、ぼっち飯について話していこうかなと思います。僕はですね、学生の頃ね、何回もぼっち飯をしたので、その経験をね、元にちょっと話していくんですけど、高校時代はね、クラスでぼっちだった期間もあるんですけど、高校の時はね、机とか、くっつけずにみんな普通に個々で食べてたんで、ぼっち飯とか普通に一人で食べても、浮かなかったっていうのもあるので、今回高校のお話はなしにして、僕がね、一番悲惨だった、中学校2年生の頃の、ぼっち飯の話と、専門学生時代の時のぼっち飯の話をね、していこうかなと思います。では最初ね、中学校時代の話をしていきたいと思います。僕が中学校時代ですね、ひどかった時が、中学校2年生の時で、中でもね、昼ご飯の時間ね、は結構憂鬱な時があって、それはなんでかっていうと、学校によってね、ちょっとルールとかね、食事の仕方とか違うと思うんだけど、僕の学校はね、その昼ご飯の時間に、その席の近い人と、5、6人ぐらいのグループになって、固まって食べるみたいな、机合わせて、そういうね、クソみたいなね、文化があったんですよ。で、それで、特にその、班とかにね、仲いい人とか喋れる相手がいればいいんだけど、僕の場合、いないんですよね。だから、別に話したくもない、普通に一緒にいたくもない人間とわざわざ、机を合わせてご飯を食べなきゃいけないみたいな、そういうね、地獄が待ってるんですよ。だからすごいね、昼間の時間は憂鬱で、僕も途中から、机をね、合わせなくなっちゃったんですよね。で、それでね、先生にね、注意されたんですよ。僕一番前の席だったんで、その時。で、注意されて、一応ね、机はね、合わせるというか、僕のとこだけ、机と机の間が少しね、隙間あるんだけど、机くっつけてる風にね、一応したんだけど、もう嫌だってなって、先生が、注意してきても、一回くっつけたふりして、すぐ元に戻すみたいな、そういうことをやってたんだよね。で、そんなことやって、先生もね、諦めていきましたね。ほんと、ひどい時になると、まず机をね、一回回せずに、ただご飯の時間始まったら一人でご飯食べるみたいな、そういうね、ことをやってたら、全く何も言わなくなってきた。先生も察してくれたのかわからんけど、僕はそんな感じで、それから先ずっと一人で中学校2年生の時はね、ご飯食べてました。はい。で、中でもやっぱぼっち飯する人って、何が嫌かっていうと、一人で飯を食べること自体に、嫌なことを感じるって人はね、意外と少ないんですよ。中にはいるかもしれないんだけど、それよりも、みんなが集団で食べてる中で、その中で一人になるっていうのがね、嫌なんですよ。で、僕はね、もうだいぶぼっち生活も長くなってきたりとか、ぼっち経験が結構多いので、もう中学校2年生の時に一人になっても、そうでもね、精神的にも辛くなかったというか、一人で飯食ってても特に何も思わなかったんで、問題なかったですね。いじめとかね、ちょっとからかいみたいなのはね、あったんですけど、それはね、また別の動画で話します。はい。で、話は専門学生時代の方にね、移ろうかなって思います。はい。僕ね、専門学生時代もね、ぼっちで、2年生の専門学校だったんですけど、見事にね、2年間ぼっちでした。はい。誰かとね、昼ご飯食べに行ったりとかいう経験もなくて、結構その僕の場合だと、親がね、弁当作ってくれることが多かったので、普通にその学校の中で教室でご飯を食べるっていうのが多かったですね。はい。で、ご飯とかがね、親が作れないときは、近くのコンビニ行ってご飯買いに行くか、それか、松屋とか、マックとか、はい。そういうところに行って、そこの場でご飯食べるみたいな、そういうことやってました。はい。ただ僕の場合そんなにね、外に行ってご飯食べる機会はそこまでなかったね。めんどくさがり屋だったんで、あんまり外に出ませんでした。で、他の人はね、大体その弁当持ってきたりして、大体友達と一緒に近くの席に移動してご飯食べたりとか、で、地下にある、カフェテリアみたいなとこがあるんだけど、そういうところで、椅子とか机あるんで、そこで食事するみたいな。はい、そういうことをね、してる人が、大半でしたね。僕はね、ずっと一人で飯を食ってたんですけど、大体ね、隣とか近く見合わすと、みんな和気あいあいとね、ご飯食べてたり、
一緒にその昼飯どっか行こうぜみたいなことを約束して外に出て行ったりっていうのをね、まあ見ながら僕は一人でご飯食べてました。はい。もうそんな日々をねずっと過ごしたんですけど、まあつまんなかったですね。はい。まあ、別になんか一人でご飯食べてることに関してね、誰かからなんかちょっかい出されるってことはなかったんだけど、まあつまらないんですよ。うん。で、あと僕ね、その人の声とかがあんまり得意じゃないとか嫌なので、結構そのご飯食べるときってみんなね結構うるさいんですよ。まあ昼の時間だからね、多少ね話し声とかねするのは仕方ないと思うんだけど、すごいねうるさかったっていうのもあるし、地下のカフェテリア行くとね、もう陽キャラのね集団がめちゃくちゃいてね、もううるさくてね、もうなんかすごいストレス溜まるんだよね。だから僕はその教室でね、まあどうしてもその食べれない時とかは、あの地下のねカフェテリアとかに行ってご飯食べたんだけど、耳栓してましたね。はい。まあ耳栓って言ってもね、そんな高いものじゃないです。うん、そんなしっかりしたものじゃなくて、もうほんとなんかスーパーというか、まあ薬局というかね、まあそういうところでまあ売ってる、まあほんと安いに耳栓なんですよ。んで、まあ機能とかはね、もう全然大したことないです。もうただただね、耳にね、まあ入れて、音をね、カットするみたいな感じなんだけど、まあ、少しね、聞こえちゃうんですよ、どうしても。うん、やっぱりそんなにね、高い、いいもんでもないから、まあ、差しないと聞こえちゃうんだけど、でもだいぶね、音はね、シャットダウンできるので、まあ、結構その、落ち着いて食事はできましたね。うん。特にやっぱね、女子とかの、キャーとかなんか高い声とか、なんか和気あいあいとね、結構大きい声で話してる人が多かったんで、それが結構ね、しんどかった。うん、ストレスが溜まったっていうのもあって、耳栓して、もうご飯食ってました。はい。昼ご飯もそうなんですけど、まあ、学校着いた時、結構僕早めにその仕事、朝のバイト終わってから、学校に向かうっていう生活をしてたんですけど、まあ、ちょっとね、授業まで時間ある時は結構30分前とかに学校着いたりするんですよ。うん。なんでその時はね、地下のカフェテリアで、教室空いてないんで、地下のカフェテリアでいることが多かったんですけど、まあ、大体耳栓して、課題やったりとか、エントリーシート書いたりとかね。うん。あとは軽食っていうことで、まあ、パン食ったりとかね。なんか携帯いじってましたね。うん。もうそんな感じで専門学生時代過ごしてました。だから僕の専門学生時代はね、ほんと耳栓に救われたなっていうのがありますね。そう。耳栓と共にね、まあ、生きた2年間といっても過言ではないかもしれない。まあ、耳栓つけたのはね、まあ、途中からなんで、まあ、2年も経ってではないと思うんだけど、うん。ほんと耳栓のおかげでね、不快な音をね、シャットアウトね、結構できたので、今現在ね、人の声とか、うん、そういうのにね、苦しんでる方はね、学校でね、耳栓をつけることをね、強くお勧めするんでね、まあ、ぜひ試してみてください。はい。まあ、ということで今回はですね、まあ、僕の悲惨なぼっち飯エピソードについて、まあ、語るみたいな感じだったんですけどね、まあ、皆さんのね、ぼっちエピソードみたいなのね、あったらね、コメントで書き込んでもらえればなと思います。以上です。